パシフィコ、横浜国立大、ホール園系日本プロテスタント選挙150周年記念大会とは、日本のプロテスタント選挙150周年を記念して、エキメニカル派、福音派、精霊派の3派が共同し、2009年の7月8から9日に、パシフィコ横浜で開催された記念大会。大会には延べ1万6000人が参加し、150周年を祝った。 開催テーマは、キリストにあって一つ引く種、イエスの証人として、2009年は1859年に、成功会、ジョン・リギンズとチャニング・ウィリアムズが来日してから150周年である。また、1859年は続いて10月17日に、ジェームス・カーティス・ヘボン、また秋には、オランダ改革派協会からサミエル・ブラウン、グイド・フルベッキが来日した。 100年前の1909年には日本におけるプロテスタント選挙開始から50年を祝って選挙開始50年記念会が開催された。50年前の1959年にはプロテスタント選挙100周年を記念してエキメニカル派と福音派がそれぞれ別に記念集会を持った。1959年エキメニカル派の日本キリスト教協議会は 日本キリスト教団を中心として、選挙100周年記念運動を開催し、福音派は、日本選挙100年記念聖書信仰運動大会を開催した。それから50年後の日本プロテスタント選挙150周年記念大会は、エキメニカル派、福音派、精霊派が共同して開催された。150周年の実行委員長は、エキメニカル派、福音派、精霊派から、 それぞれ一人立てられた。フェスティバル、開会礼拝海外からの祝辞として、リック・ウォレンのビデオレター、ベアンテ・ボーマン特別賛美、大島常治氏による証、久米サユリの特別賛美、ハヨン女子の説教、小坂忠だのゴスペル、大川つぐみちの説教。記念式典、重光通天式の祝祭序曲オーケストラ、加賀清高独唱船津幸を祈祷 東京スコラカントールムによる賛美。基調講演とパネルディスカッション加藤常少子の講演。神の言葉に生かされる。キリストの体。教会。パネリストは、牧十吉、江藤直澄、藤本光、北城角太郎。港明子による講演。日本プロテスタント選挙150年を迎えて、現代のキリスト教学校教育と家庭教育に期待するもの。 パネリストは、永井理恵子、小谷康夫、木村理人。派遣礼拝北浦さん育、中学校エンジェルズベルコワイヤのハンドベル賛美、フェリス女学院聖火隊の賛美、峰野隆広氏の説教。大川つぐみ氏、峰野隆広氏氏、山北信久氏による決意表明。中村里氏、日本における、福音派の歴史命の言葉者、P205、小山礼二。 クリスチャンの和解と一致地味気みき出版、プロテスタント選挙を150周年、記念大会大会宣言。ありがとうございます。